はいそれでは皆さんこんばんは、でですすすよろししくお願いまさんどうも羽生さんや宇野さんのような、すでに大人になっているスケーターも大切ですが、これからの若いスケーターのことをもっと話していただきたいですね。北京オリンピックで銀メダル、世界選手権も、銀メダルの鍵山選手の投稿を追うのも大切ではないでしょうか。 まだ若い選手で可能性をたくさん持っていると思います。今後の日本のスケート界を背負っていく方ではと思いますが、その,その通りですね。うん 僕もそう思っていて、あの、ま、あ明日からですね、えー、ジュニアグランプリシリーズ、チェコ大会、これが始まってきますので、あの、まあ、島田真央選手、女子出てきますので、あと、柿内春君っていう男の子が出てくるんで、まあ、本当に楽しみなんですよ。もちろん、鍵山君はもう、まあ、ちょっと大人になってきていて、えー、あの、 も結構ね、えー、十分戦っていけるレベルに達してるかなと思うんですけど、まあ、こうした、まあ、ジュニアの方からですね下の方からどんどんこう強い選手とか面白い選手が出てきてます、まあ、特に女子の方が、えー、かなり層が厚くなってきてるかなという状況なんで、えーまあ、明日もですね うんまあ、ジュニアグランプリをちょっと見てきて、またあの新人発掘とかをねやっていきたいと思います。またあの強い選手だけじゃなくてです、ね、まあ、この前のアラブ首長国連邦の男の子みたいにです、ね、結構面白い選手であったりとか、ちょこちょこ出てくるんですよね。うん、なので、そういった選手たちも発掘しながらです、ね、えー、っとフィギュアスケートを楽しんでいけるようにお届けしていきたいと思います。はい m k さんんよろししくお願いします、えー、カブ君こんにちは私も前に羽生君は真ん中でみんなを引っ張っていく座長だし、翔、え、馬、ー、君はみんなで協力して賞を作り上げていく座長だとコメントをしたら、引っ張っていくのが当たり前だと言われましたけど、いろんなタイプがいて当たり前なのに、羽生君が普通みたいに言うのはおかしいと思う。これはまたどっか違うところで言われた感じですかね。うん なんかなんかそういうふうに言う,言う人もいるみたいですね。えー、前ピョンチャンのときに、えー、羽生くんが翔馬んの、えー、お世話をしていたら、えー、羽生くんに迷惑をかけるなとコメントがありましたけど、ということなんですね。なるほど。うん、羽生くんからすれば、翔、え、馬、ー、んと接するのが癒しになって楽しんでいたのえー、周りのがいろいろ言うから、なんか羽生くんが孤立してしまった感じかなということですね。なるほど。うん そういうことがあったんですねえなんかのインタビューでみんなが羽生選手って言っている時昌磨君だけは昔みたいに「ゆずくん」って言っていてそれに対して羽生くんは初はめは「宇野選手」って言っていたけど「ゆずくん」って言っているから僕も「昌磨」って言ってますってうれしそうに言っていたのが印象に残っている。あ とてもなんかあのフレンドリーな感じでいいかなと思うんですけどもえ周りが羽生君はこうあるべきだとか肩にはめすぎて疲れているんじゃないかと思いますえもしもいろんな試合とかで昌磨、えー、君とかわちゃわちゃしてたらえまだ引退はしなかったんじゃないかなと思います長くなりましたけど前からずっと言いたかったけど羽生ファンに何言われるかなと思いコメントをしてこなかったけどいいくなんで言いましたということですね、うん、はい。 ということですけどもね。うん、はい、えー。続きまして、エミリーさんどうもありがとうございます。えー、ショウマくん、衣装はともかく、えー、パジャマはめっちゃ大きすぎる時がありますよね。えー、愛犬、エマちゃんも一緒にすっぽり入ってしまいそうなくらいの大きいサイズのパジャマの時があります。えー、プレゼントかなかわいい。うん。これはなんでかのね。うのくん、大きなパジャマの方が好きなのかな よくあの大きなそのパジャマ、上半身の上の方で、こう腕のところこう袖をとこう、手首をこう隠してですね、口にやる動きありま,すかありませんか,んか顔がなんかこんな感じになってて、ここに口があって、で手があってあのこう、手がありますね、こうやって手こうあるんですけど、で服をですねな、なんていうのかな、なんかこんな感じにして、 こんな感じにししてでですねここまで伸ばしたんですね、うん、服を、うん、でなんかスポッてて口にやってるっていう人よくいるんですけどこれねなんか守られてる気分になるんですよ。うん。宇野くんめちゃくちゃやってるイメージありますね。うん。わかりませんけどね。うん えー、コハクインさんどうもありがとうございます。えー、こちらの URL ね、僕見てきましたよ。あのね、これ多分ね、マスミンさんから教わったやつですね。で、あの、ダコだったと思いますね。いろいろお話ししてましたね。あの、ブラインアンジュベルト。まあ、ちょっと冒頭しかまだ見てなかったんですけど、えー、ジュニアの男の子たちを教えてましたね。大きくなられたブラインアンジュベルです。 優しい工事です、うんあのー、表情はまあちょっとやっぱり太ってしまったかなってなりますけどなんかや優しくなってる感じがあるのでなんか僕もちょっと教わりたいなって思っちゃいましたね、うん、ただチャンプジャンプな感じが大きいのかな、うんえー、でもなんか、あのー、フランスのブヌアリ賞さんとあんまり一緒にいる感じがしませんので、まあ、そことはやっぱ派閥がある感じはしますけどね、うん なんとかポンサールっていう男の子はすごい僕好きなんですよねところでもう今やってないのかなうんはいえー、うま藤原うまこさんどうもありがとうございますえかぶくん大丈夫ですか私は朝から夕方には必ず拝見をしていますが勝手に土足で入り込んでくるコメントは関わらなくていいと思います多分羽生くんのことが好きすぎてそれ以外はアンチになるんでしょうね 昔はオリンピックは参加することに意義があると言われていました。ファンの間で足の引っ張り合いでは残念です。平和の祭典ですから。うん。野球でも巨人か阪神かグループサウンズでは、ジュリーかショーケンか古すぎてすみません。高橋選手が羽生くんに負けたときに、試合後は10センチ背が高かったらと言っていました。 おおなるほど。私はなるほどと思いましたえ。宇野くんがいつもゆずさんの背中を追いかけていきましたえ。追いつきたいと思います。私はその時もなるほどと思いました。うーんなるほどですねえ。羽生くんはこの時代の必要な時に出てきたと思います。それもね、ほんとそう思いますよ。うんあの。そして宇野くんの目標となり、姉さんも同じように目標としていたようです。えだから選手の皆さんは本当尊敬しちゃってるんですよね。 高橋君はカムバックをしてて素晴らしい演技を見せてくれました。彼も悔しさをバネにしましたね。高橋選手は本当シングルですごい活躍していきたい現役引退してまた戻ってきてまたそこで引退してからのアイスタンスですかね。本当すごいと思いますよ。あと一歩でオリンピック行けるとこあったんで惜しかったですけど、かなり早い成長を見せてきてるんじゃないかと思いますよね。 アィスタンスはあまり詳しくはありませんけど、ラバヤデールがとても美しいですね。どの選手も大拍手です。えこんなにえ日本人が活躍しています。私は誇らしくてなりません。本当ですね。僕もそう思いますよ、うん。私は姉さんが好きです。宇野くんはうわ、うまくなったらすごい、頑張って。 羽生くんはなぜか演技後、なぜか涙が出ます。そしてありがとうと言っています。うん、そうですね。それぞれです。えすいません、長くなりました。かぶ君はほっこりします。これからも世界のどこかでこのチャンネルを楽しみにしているおばあさんがいます。 無理せずに気長に明らかにやってくださいませあ。ありがとうございます。うん。僕もね、もう本当はもう全員選手好きなんですよね。うん。だからなんかその、こういったことがあった時に、この選手の暗号を下げているとかね、いうことがあったりする嫌なんですけど、まあでももう伝わんなかったら、まあ仕方ないですけど、まあこのままね、フィギュアスケートを、まああのー、語っていくっていうかね、うん、そういった感じでやっていくので、うん。楽しみにしていただけると、 嬉しいですね、僕はね。はい、えー、そして、ユンママ様どうもありがとうございます。えー、久しぶりに来てみたら、何事、かぶくん、大丈夫ですかいやー、さっきはだめでしたね。でも、今はだいぶ回復してきて、良、えー、くなってきたんですけど、私はお父さんがこの4月に自宅で突然死しました。 えー、辛くて無理やり明るくコメントをしても辛いので、羽生くんのプロ転向をきっかけに SNS も減らしてました。なるほど、だからゆまま様はですね、コメントがご無沙汰だったのかなと、ちょっと思いましたね。うん、でも、時々は、カブくんのチャンネルを見て、ベルギーの自然や街並みとかに癒されてたんです。ああ、はいはいはい、わかる。うん、私は、羽生くんファンになる前から、カブくんチャンネルのファン、ありがとうございます。ってことは、羽生くんファンになる前ってことは、 結構僕、株舞テレビを始めたの3年、あの、本格的にやったのが3年くらいですよね。だから、その間ということなんですよ、多分ね。うん。まあ、それまでも陸上フィギュアの動画をちょこちょこ上げてましたけど、いや、まさか4月にそんなお父様のことがあったなんて、えー、知らなかったです、僕は。 えここのチャンネルにコメントされている方は、えー、そういうの多いと思います。えー、ベルモット人物家さんのベルちゃんですら受け入れてきたカブ君なのに、うん、なんかね、ベルモットさんね、羽生さんのアンチしてるんだけど、あのね、なんて言うんだろう。ちゃんとすればいいのになって思うんですよね。なんかね、一人でこう、うわーって言ってる人なんですよね。うん、な,なんかね、なんかそんなにね、すっごく悪質っていう感じはしなくて、ただなんか、 あ、なんか来たって感じで、なんか羽生くんの悪口を言わなくていいけど、えベルモト、あの、なんだっけ、えっと、なんだ、うん、姉さんのいいとこだけ言えばって言って、赤ペンで修正されるだけなんで、それだけでいいんで、あんま怒んないんですよね。怒りが湧かないんですけど、まあそんな感じなんですよね。え、全部の動画をまだ見ていないんで、詳細は変わりませんが、平和なチャンネルに戻ることを願っております。ありがとうございます。いやー、まあ、あの、ちょっと申し訳ないですね。癒しの動画を心がけたいですね。うん。まあちょっと、 これからもいろいろあるかと思いますけどね、うん、ちょっと保証はできませんけど、うん、でも、まあ、なるべくですね、そんな感じではい。そして、え、リスナーさんどうもありがとうございます。え、かぶくんこんばんは。え、かぶくんメンタル大丈夫ですかえ、心配です。 小織さんがアンチじゃなくて、羽生さんファンだったら、なおさら羽生さん推しの私はショックを受けます。あまりにも過激で八つ当たりしてるような書き込みでしたね。いや、驚きました。うんまあ、昨日は本当に僕、もあんな感じでしたね。もう今落ち着いてきたんで、別にもう,もういいかなって。もうなんかね、一回怒ったら僕いいですよ。もう、その後はね、なんかもう、なんて言うんだろう。あの、昔怒るんだけど、結構その後はもう、すっか なんかもう終わったっていう感じになって、まあ、別にブロックとかもししててなないしっていっう感じなんですよね、うん、羽生さんに対してあのロンカップを見てとても良かったと余韻に浸っていたところに皆、えー、も良かったねと幸せな気分になってカブ君くんも羽生さんのことをとても褒めてくださって皆、えー、幸せな気分になっていたのにあのコメントとにかく驚きました。 うん、もう嫌なアンチ的な書き,、ね、書き込み選手、批判の書き込みは、株価の判断でブロックしたり、削除しても良いと思います。うんあのーまあ、ブロックはね、まあ、ちょっとする時はありますけど、まあ、削除、ブロック。うんまあ、でもなんか僕が寝てる時にですよ。寝てる時になんに結構そういうアンチコメントが来ることがあるらしいんですよね。まあ、僕に対するアンチじゃなくて、うん。どうやらね、最近感じるのが、 僕のことをすごい憎んでるっていうよりも僕を介して他のファンに言ってるような感じもするんですよね。うん。で、僕はそれを勘違いして僕の悪口を言ってるんじゃないかってなってるんですよ。で、それをね、最近の動画を見返してみて、いや、これ僕に悪口言ってるけど、本当は違くないかっていうことも結構あるんで、難しいですね。何が何だか分かんない。うん。だから、そこら辺がまあ難しいので、なんかもうちょっと。 ね、パッチャんですけどえ、ここではやっぱり推しの選手のことをお互いに楽しく語りたいですね。と言っても、私も前にヒートアップしてしまいましたえ。すいません。自分も気をつけなくてはいけませんね。うんまあ、僕もですけどね。まあ、なんだろう。もう分かんないですね。もうなんか、あとなんかヒートアップしたり、ね、クールダウンしたり、もうジェットコースター YouTube なのかなってちょっと思っちゃいますね。うん、もう完全にジェットコースターですね、本当ね。うん えー、ふわりさんどうもです。えー、かぶくんもいいかなと思いましたが、念のためお伝えしておきますね。私が先ほど言った、小さんが怒った理由と思われる、羽生くんが病気や怪我を理由に出場する試合を選択しているのをずるく思った。しょうまくんは、怪我をしても欠場をしなかったというコメントは、このかぶくんチャンネルでのコメントで、かぶくんも読み上げていましたよあ。でも今ね、落ち着いてこれ見てるんですけど。 あのなんか覚えてますね。うん。なんかどっかで話した気がしますね。うん。まああのまあちょっと昨日は全然もう何言われても何にも入ってこなかったんで今朝はかけはね。うん。えフィギュア界のタブーな話などえ5つもえ出ますの後半で読まれていました。かぶ君はは普通に読み上げていましたが私もこれを聞いたとき少し引っかかりましたんで覚えていました。まあいいかなと思いあまり気にせずに流れしていましたがっていうねことですね。うん。 えっと、羽生くんが病気や怪我を理由に出場する試合を選択しているのをずるく思った。昌磨君は怪我をしても欠場をしなかったっていうことですね。うん、これはだからつまりその、いわゆるアンチ的な人がこういうことを言ってるっていうことなんでしょうかね。うん、多分、株君テレビじゃないとは思うんですけどね。か君テレビなのかな、うん、ちょっとわかんないですよね。うん はいそんな感じなんですけどえっ、ー、とピースワンさんどうもありがとうございます。 えー、羽生宇野選手と浅田・木村選手の話題は何かとあれますね、うん。そうなんですよね、うん、あのフィギュアスケートブーデンで木村、えー、選手のこと好きって言うと嫌われる友達いなくなるっていうブーデンあるんですよね。うん、まあでも何な,な,んなんだろうっていうね,、まあ、ね。フィギュアスケートの、えー、選手の中では、ね、別にいいんですけどファン同士で語,り語るとちょっとえってなってきはし,たしますので、うんまあ、そんな話題よりも明日からジュリアングランプリで注目の、えー、島田選手が 出動されます本当なんですよ。さっきよくホームページ見てきて、明日の日本時間だと23時15分から、都市のショートプログラムが始まりますということですね。ってことは、えっ、ー、と、こちらの時間だと9月1日のあれですね、うん、23時ってことは、まあよ、えっ、ー、と、3時ぐらいですね。うん。なので、楽しみに見ていきたいと思うんですけどもね。 えっと島田選手ですよね。あとは串田さんじゃない串田いくらちゃんが出てくる感じなんで。わー、楽しみ。本当、楽しみですね。うん。あの、櫛田さんがすごい美人っていうことなんでね、言ってて、うん。楽しみですよ、本当。で、あとは島田もーちゃんもちろんね楽しみなんで、えっと、本当ね、明日、どんな演技するか。まあ、明日は、F、ショートなんで、女子はえトリプルアクセル4回転も飛,べ飛ぶことは禁止されてるんで、だからまあ、トリプルトリプルとかやってくる、昨日。 可能性もありますよ、まあ、どんなプログラムをやってくるのかっていうのは楽しみですね。うん、濱田先生のところ忙しいですね、それにしても。うん、串田先生、櫛田選手といい。ねうんえー、そして BNA ホラックさん、どうもです。 あの2020年ワールドの記者会見の燕破棄と批判される部分についてもえ見解を書きましょう。あ、これ、燕破きってありましたね。あれ、唾入ったのかなちょっと僕、動画見たんですけど、唾入,、ね、入ってるところがわかんなかったんですよねえ。前に書きましたように、空き椅子の問題で着席位置を移動するごたごたがありましたえ。このような経緯がありますから。 浅田選手のインタビューを翻訳して、マイクで説明をするために中腰姿勢になった浅田選手のえ通訳の不自然な動きからですね、背後の椅子の有無を確認をするため、奇妙な選手が横を振り向いたのが唾吐きに見えたのではないかと解釈できます。ああ、はいはいはい。なるほどね、うん。普通に考えて、たくさんの報道陣の目の前で堂々と唾吐きができるでしょうか うん、それができたとしたらえそれこそ世界中が一目置く大物かもね確かに、うん、逆にね、うん、逆に、あのー、記者会見のつ粒はくとかやったら相当なんか逆に人気が出るのかなっていう感じはありますけどねだから照沢なんかもなんかあえてすごいこうね慣れたりとかあったけど逆に僕は好きになりましたからね、うん、だからまあ結構そういう感じだったりはあるのかなってねうんですけどもはい。 まあその半々半日なところがやっぱあるので、木村さんはでもすごく常識な部分あるとは思うんですけどね。うん。はい。まあ、どうなんだよっていう感じですけども。えー、跡部陽子さんありがとうございます。えー、かカブ君こんばんは。私に言われたくないかもですけど、一言だけ。えー、かカブ君怒るのは体に良くないですよ。いや、本当ですね。うん。大丈夫。カブ君チャンネルはいい人ばかりです。私を除いて、えー、自信を持ってやってください。で、これたちは勝ちたかったです。 えー、頑張ってね、株舞あ,ありがとうございます、うん。別に私を覗いてとかは書かなくてもいいんですけどもね、うんあの。もう自由にやってくださいね。もう自由に、あのなんだろうあの、入ったり出たりとか、もう本当にすごい自由なんで、何て言うんだろう,もうあの、うん、もうなんか見たい時だけ見る見な、見たくなったは見ないっていう感じで、なんかそういう感じでちょっとお願いしたいなと思ってます、僕は。 はい。えー、そらかやさん、どうもです。え、これ失礼いたします。私も同感であり、怒りすぎると健康にも良くない体に毒だと思います。えー、かぶさんが行っていることに、なんだ問題ないんで、自信持っていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。うん。まあね、ちょっとね、まあ昨日は、朝今朝はね、ちょっと本当怒りましたね。うん。でも、まあ、今、ちょっと冷静になってみて、なんか、うん、うん、まあでも、まあでも、そうん、まあいいか。うん。 ま、ないっかっていうか,、うんはいまいうかど、どんな感じなのか、ちょっともう、あれですね、分かりませんけどもね。うんえー、夏美さんどうもです。かぶくんこんばんは。ありもしないことをあーだこうだ言われて大変でしたね。 うん、車の運転について、最近の自動車事故はアクセルとブレーキを踏み間違えたというのが多いです。うん、そうですよね。確かに。コンビニに突っ込むとかってあったと思います。私もあり得ると思っているんで、車はずっとマニュアル車にしています。スピードに合わせてクラッチを踏み、ミッションを切り替えるのは本当に運転していると気分になります。おすごいですね。うん。あの、確かに、えーと、5速の場合は、あの、なんだっけ、1とか2とか。 たあの一気にアクセル踏みまくっちゃうと、まあ多分だけど、ストしますよね、うん。なので、ちょっと、どんな、運転、最近してないんであれですけど、うん、だから、まあ、あの5速の方が何かといいというかね、で5速の時の方が、の方がえっと車が故障してもなんか走れるらしいですね。うん はい、でこういう私も免許を取るときの路上教習では、ダンプカーに接触しそうになり、ダンプカーの運転手から死にてえのかと怒られて、怒鳴られましたということですね。それでも一発で免許が取れてラッキーでした。うん、でもこれはちょっと、まあ、路上教習だからね、うん、教習の冗、ね、談、教習で教わってるとこなんだから、そんな、ね、言わなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけどもね。うん はい、で海沿いのドライブは気分も晴れやかになるのでよく行きます。いいですよね、もう海は最高ですね、うんまあ海。海でドライブしていい曲聴きながらっていうね、まあ、僕はちょっと運転は全然しませんけどね。うん、はい、えー、そんな感じです。えー、BNA ホラーキさん、どうもです、えー、美輪さんが書かれてた山田組は心が綺麗じゃないと言っていたというのは、えー、誰の言葉でしょうね。 案に奇妙なが言ったように匂わせておられるようですが、外国人が山田組という言葉を使うんでしょうか、主に日本国内での用語のように思います。さらに浅田選手が山田コーチの指導を受けていたのは2005年からシーズンまでで、2006年シーズンからコーチを変更し、その後山田コーチに戻ることはありませんでした。自分の知識不足かもしれませんが、上記の言葉は全く知りません。 山田コーチは以下のタイトルの YouTube で、奇妙なのジャンプを称賛し、ミスをしなければチャンピオンと言っている。えいつのインタビューか知らないけど、かなり評価してるねということですね。山田町子先生が奇妙な選手を評価しているっていうのは、これまた新しいですね。うん。かなりそうなんだって、ちょっと目からうろこっていうか。はい。で、えっと、山田町子ズスピーキングハイ,ハイディ・オブ・ユナーズ・ジャンプっていうのがあるんですね。 うん、一応、専門家の目を信頼するべきかもね、ということで。ほ,うほうなるほど。これはでも初めて知りましたね。うん、はい、えー。マスミンさん、どうもありがとうございます。カム君本当にお疲れ様です。もう顔が、もうこうなってましたね、本当にもう。このね、これがすべてを物語ってね、さっき竹森猫さんもこの画像を送ってきましたけどもう、もうこれね、本当なんですよね。 はい、でも,もうこ、こん時はですね、もう言っちゃ悪いけど、うんで、僕はね、バーって怒るんですけどあの、ね、その後はもういいんですよ、別にもう、あのまたコメントしていっても、うん、なんかね、ドロドロするの嫌なんで、もうスパッて怒って、もうなんか、なんかもうその後なんかもう、なんかもういいやって感じになるんですね。で、思ったんですが、やはり取り上げてくれるから、他のプラットフォームで何かの負の話で、話題で、不完全燃焼だった方たちが、えー、ここ、カブくチャンネルに来て、二郎を述べる。 それに反応コメントが入る。アれるのようになっています。うん。かもしれないですね。多分これでも、これ最近のあの方の件とかも、多分そうだったのかな。冷静に考えると。うん。いろんなことありましたね。あの件もあったし、本当ほんと1週間か2週間ぐらいですよね。他にも何かあった気がするんです。何かあったかな他にも。 もうちょっと忘れてますけどね。うん。えそれに反応コメントが入って、荒れのようになっています。え、かぶくんは特に今年は入院、コロナと日常、非日常がたくさんあったから心配でもあります。いや、本当ですね。自分で言うのもおかしいですけど。うん。えそこで平和な温かいチャンネルは、ただ自然とそうなるものではなく、作るものと思いました。やはりフィギュアスケート、フィギュアの試合や、 アイスショーの感想や選手のほんわかエピソード、現在進行中の競技、過去の名演技、名選手、次世代のスケーターなどなど、参加者さんの笑顔やフィギュアの学習につながるようなコメントを中心に取り上げて、負のエネルギーが強いコメントは読まなくてもいいのではないでしょうか。うん、まあ多分そういう方が一番いいですね。一番いいかなと思ってて、または削除した方がいいと思います。うん でね、えー、議論にしても建設的な書き方をしたものを中心に、えー、なんと表現したらいいのか分かりませんが、炎上を目的としていないアプローチのものを、えー、議論したいですねっていうね、うんいや。本当その通りだと思いますよ、まあ。その通りでこれ前も言った気がするんですよね、うん。何回も繰り返してるんですよね。コメントがね、バーっと入ると熱くなっちゃうんでしょうね,ょっとね、うん。なんで、まあこれ、まあそういう風になるかどうかちょっと。 いつか平和になっていくとは思うんですけど、まあ、今の僕の精神的な状況で、まあ、その、そういったコメント入ったときに、抑えられるかどうかってちょっとわかんないですね。なので、まあ、多分、年取った、年を取るごとに、ちょっと落ち着くのかもしれないですね。うん。わかりませんけど、まあ、そんな感じで、うん。していきたいんですが、え通信え、もちろんフィギュア以外のコメントもです。え、歌舞伎おしゃべりタイムは、だいたいいつも暖かい雰囲気ですよねあ。その通りですね。うん。あの、 クイズであっったたりりととかか鉄道の話であったりとかね、まあ、結構難しい感じは多かったりするんですけどあの勉強とかね。あとは最近は何だっけな、ね、福祉の話でも結構入ってますよね。うん、なのでそんな感じで温、ね、かい感じはあるんですけども。うん、はい えー、そして、さらかえさん、どうもです、えー。こんばんは。今、問題のコメントの動画を、えー、視聴しましたが、あまりにもひどすぎますね。加賀さんが怒るのも当然であり、あのような暴言は断じて許してはいけないと思います。えー、これは一発退場、レッドカードでよいと思います、えー。今回のような悪質コメントは、発見したい即削除と、えー、退場処分で問題ないと思います。 今回の株部さんの対応は何だ問題ないですし怒りの感情を出すことも関しても同様です気持,ちが気持ちよく目が覚めて今日はどんなコメントが届いているかなと思って開封したらこんな不快なコメントを見たら怒りたくなるのも人間の自然な感情だと思います、うん、これからは問題ないコメントの読み上げはいいと思います カムクテレビのコメント、投稿参加者は皆さん穏やかな方が多く、カムさんも全ての方に対して丁寧にそして誠実に対応してください。和やかな場であると思っています。そんな中で今回のようなことが起きて気がめいっていると思いますが、そのような暗示はごく少数で99%はフィギュアスケートが好きであるのと同時にカムさんのファンでもあると思っています。 私もその一人で、株さんの様々な話題の動画や様々な諸活動での活動シーンを視聴することを毎日楽しみにしています。ですので、どうか落ち着いていただいて、切り替えていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。うん。あの、もうスイッチ切り替えていて、この場面切り替えたばかりなのになってね。うん。なんでこうなったんだろうね。うん。あの、 なかなか気分が優れない場合は散歩や海岸に行って、ストレス発散をしてくださいね。信頼できる周りの方に相談するのもありだと思います。怒りの感情のままトレーニングや再放作業をすると、集中力の欠如から怪我につながる恐れがあるので、落ち着いてからにしましょう。これ本当ですよ、本当に。うん、で今ね、ちょっと陸上フィギュアの練習してきたんですけど、結構今日うまくいかなくて、何度もやり直しがあったんですよね。うん でもそんな中で、このことを知ってたんで、なんかね、冷静さありましたね。うん。はい。えー、もうなんか慣れてきたっていう感じです。エミュしすぎてずに自分の気持ちとよく相談したから今日一日を過ごしてくださいね。うん。こういうことがあってもね、だんだんね、乗り越える方法っていうのは分かってきちゃんですよね。うん。だから何て言うのかな。まあ、こんな感じなのかなっていうね、感じですけど。うん。ありがとうございます。えっ、ー、と、みわさん、どうもです。 ありがとうございます。えー、こんばんは。かぶさん、来ました。来た来た。え、いつきくんのワンワンから先ほどお待ちかねのご感動のご帰宅。え、しょくんが、今回はスケートの練習帰りに、四もくもくちゃんたちが幼稚園に預けられていて、わちゃわちゃぶりがすごい。元気、半端ない。癒されますよ。今すぐレッツゴーです。えー、幸せオーラ全開中ですよ。いや、やっぱこういう幸せ動画を見たいですね、今ね。 うん、えなんと昭マお兄様とデビートレーナーさんがサプライズのお迎えに昭和、えー、くんの行為に大興奮やっぱりエマちゃんから抱っこでえよかったねお待ちしましたうんエマちゃんは何回も昭和くんのお膝元に、えー、そうですねあのジャンピングレベル4だね うんまあ、このジャンピングをちょっと生かしてですね、スピンのレベルを上げれるようにということですけどもね。えナイス、しっかりと翔馬くんのベストポジションをゲットできてご満悦なエマちゃん。やっぱりいいな。翔、え、馬、ー、エマちゃんは、え今日は仕事が月末で超お疲れなところ、癒されて。 あの疲れもぶっ飛びましたよ。かぶさんもどうぞ見に行かれたらリフレッシュ、うん、しますよ。かわいいはやはり最強だわ。ありがとうございます。ちょっとちらっと見ていきたいと思いますね、うん。まあ帰ってくるまでがね、愛想ですからね。もうこれで終わったで終わったということで、明日から9月なんでちょうどいい感じですね。うんはい。えー、そして、えー とマイクバーティアさんどうもです。えー、カブ君こんばんは。えー、僕も家族で欧州旅行中に魚定食が食べたくて、ロンドンの倉庫の日本料理店で焼き魚定食を食べましたが、美味しかったな。あのご飯はご自分で作ったんですか。あ、そうあのそうですね。うん。 はいろいろあって、やっと平和になってきたというときに、あのコメントはないですよね。本当ですよね。びっくりしちゃった、本当。まあでも,もう、もう終わったので、僕は、うん、いいんですけどね。え、カブ君メンタルを穏やかにね、癒しの動画を見てくださいね。え、三原舞ちゃんとかね、歌神のアイスダンスも素敵です。素敵ですね。びっくりしちゃった、本当。あの、なんだっけ、えっと、ユースオリンピックの時の、素晴らしかったです、ね。なんで、あの、快勝しちゃったのか、いまだにわかんないですね。 うん、今回は長い動画でしたね。ご苦労様ですえ。僕も迷惑かけてるかもね。ちょっと反省。いや、そんなことないですよ。イ久保様の、ね、コメントは漢字が難しい時はありますけど、まあ、特には、まあ、たまに揉めるときはあるかもしれませんからね。うんまあ、そこはちょっといいということで。芸術は爆発するのはいいですが、メンタルが爆発しないように僕も心がけますね。え美輪様の元気なコメントで安心ですよ。あ、これは三三九度ってもいいですね。 うん、なるほど、三三九度と呼びます。で、結婚式の際に、新郎新婦がおみきってですおみきを飲む夫妻のえちぎりを交わす習慣です。これちぎりだってますよね。うん、日本の伝統の文化ですえ。大学での勉強ですが、僕は金属疲労破壊に、え、金属疲労破壊って何ですかなるほどえ。望み通りの研究室に入ることができました、えーのあの。飛行機の墜落事故で、 金属えっとね、金属疲労破壊が多いのも事実で人だけではなく金属も疲労するんですよ。これ聞いたことないですね。金属疲労破壊、すごくないですかなんか、んなんかなんかすごいな。金属疲労破壊ってなんか。うん、人だけではなく金属も疲労するんです。収束先は 就職先は、えー、鉄道が好きだったため、えー、車両製造会社を希望を、えー、しましたが、えー、研究室の、えー、教授から君の成績ではですねもったいないよと言われ えー、自慢ではありませんよ。すごいですね。うん。それと、自分の好きなことを食料にすれば、自分の好きなことが苦しみになることもあるよと言えば、ああ、はいはいはいあ。なるほど。すごいいいですね、これ。自分の好きなことを食料にすれば、自分の好きなことが苦しみになることも、ああ、すごい,い,いですね、これはなんか。それほど好きではない車の会社を選びました。えー、航空機事故があると、やはり原因が気になります。えー、メーデーっていうのは、緊急事態発生という番組があるんですが、 NTSB、米国航空機事故調査委員会が事故原因に迫る再現映像を交えたドキュメンタリーです。なき家内がよくそんなもんばっか見て、よく飛行機乗れるなって言っていましたねっていうことですね。うん。なんかね、ベルスキーでもやってましたね、そういうの。うん。よくやってますよ。 なんかハイジャックされた事故とかのドキュメンタリーとかをかなり再現ドラマしてやってましたね。うん。まあでも、この何だっけ、えっ、ー、と、本当にあった呪いのビデオといいね。うん。まあ、このね、えっ、ー、と、ドキュメンタリーといいね。うん。あれ、なんか奥さんがちょっと、なんでこんなの見てるのっていうことがちょっと、僕は引っかかってましたよね。うん。あの、本当にあった怖い話どうですかね。うん。あれはただ、ゆうのやわさんが見てたって言ってましたよね。うん。そんな感じです。 えー、マルニーさんどうもです。えっ、ー、と、えー、エミリー様へ、翔馬くんのパジャマは、男性用の M サイズを着るからか、夏物は袖が半袖で、ズボン丈も短いからフィットします。これが冬物だと袖丈は長くなるし、ズボン丈はですね、太ももに取られるから、さほど気にはならないかもです。うん。なるほど。 なるほどです、ね、うん宇野くん多分スイスのシャンプーで言ったら多分、あのー、サイズがないんじゃないかな、うん、スイスで日本人用のやつが、うんえー、そして、あのー、私の息子も、えー、背丈が 160cm ぐらいの時が女性用で身長からしたらいいけれど骨格は男だからパジャマはスウェットの上下にしてましたね なるほど、うん。なかなか難しいですよね。翔馬くんは肩幅とかは男性用の M サイズだからえダボダボの時もあると思いますよ。翔馬くんに限らず、スポーツ選手は太ももや腰回りが大きいけどウエストが細かったり普通サイズと合わない人が多いかも。うん。なるほど。結構だから難しいですね。 でも、翔野君はきつくなければそんなには気にならないと思います。ということですね。確かに結構ダボダボな感じとか、なんかズボンとかもダボダボなちょっと、こう、なんか、なんだってな、えー、ダンアスリートダ,ダンスっていうのかな、ストーリートダンス的な感じがちょっとしてるんで、うん。なんかね、う野君スノボー、スノーボーじゃない、スノボーとかスケボーとかやってそうなイメージあるんですね。いつきくんがやってんじゃないかな、確か。なんかそうやってそうですよね。 うん、僕ね、宇野昌磨くんが、さんがね、もしもね、スケボーやってたって,ってや、やってるって言っても、ほんま驚かない感じしますけど、なんか似合いそうなちょっと気がしてますね。うん。話全然変わってますね。うん。えー、美輪さん、どうもありがとうございます。えー、それから明日から早くも9月ですね。で、あしたもーちゃんのアイスショー、ビヨンド。えー、こちらの情報が少し Yahoo! ニュースにありましたよ。えー、今回は全国17都市を9月、 10日から11日、滋賀県を皮切りに、来年3月の東京・立川の千秋楽までですよということですね。いよいよ近づいてきましたよ。私は違う県だからもう少し先ですが、えー、見たら感想などお楽しみあ。ありがとうございます。気になりますね。でも、モモちゃんの演技は見れるのかなうんえ。それから新たな試みでスケートリンクに初めて大規模な映像装置を設置するようです。なるほど。うん。一つの物語や舞台を見ているような。 えー、ショーになりそうで、えー、どんなのかな、ワクワクドキドキ、うん、歌手のライブ会場みたいな臨場感漂う,、えー、漂うらしく、えー、楽しみです。オーディションで選ばれた10人と真央ちゃんで、す、え、べ、ー、て真央ちゃんがプロデュースだからすごい、えー、楽しみ。あの田村大和さんも出演で、大人の魅力と渋さを存分に発揮されそうな予感がしますね。 うん、で、松田里奈ちゃん、僕好きなんですよね。彼女、松田さん出るということで、出ますし、マオちゃんのペア競技にも演技にも大注目です。今井遥さんはよくマオちゃんと一緒のショーに出たりするんです今回は出るのかなうん。で、えっと、そうですね。リフトされたり、えー、まさか投げられてジャンプ、ツイストジャンプとか、デススパイラルとかあるのかな見たい、見たい。 マウ、うんえー、ちゃんプロデュースのフレグ,フレグランス。フレグランスか、うん、これはいわゆる香水ですよということですね。カブさんがフレグランス、何かなと言われていたが、あ、そうなんですよ。あのよくわかんなくて。うんえー、曲に合わせて4種類だったかな。香りが最初の曲に合わせたのをつけるみたいで、えー、それは何かなと。という香水なんですね。 うん、フレグランスっていうね。えっ、ー、と、ネットでもグッズで、グッズが買えるか楽しみですね。えー、会場に早めに行かなくても、焦らなくても良さそうですよ。1時間半ノンストップの相性も一気に見応えあり、ご紹介まで。うん、ありがとうございます。はい。うん、これでも香水、これフレグランスってこれ香水つけるのはいいんですけど、あのー、あそっか、これはあの誰かと、 あのペアを組むからあのやっぱり匂いとかっていうのはあれかなとねお客さんに匂いが伝わったりするんですよ演技をしてたら風に乗って香りが飛んでくるとかっていう効果あるんですかね、うん、ちょっと分かんないですねうんはい、えー、そして UMT06 さんどうもです、えー、自分の好きな選手が一番なのは分かりますがいちいち比較をしてると選手はかわいそ,かわいそうだし、えー、それにフィギュアスケートというものを楽しめると 楽しみだと思うんですよねえ。他の選手に対して誹謗中傷まがいのことをしている人を割と見かけますが、よっぽど恨みでもあるんですかね。うん。いずれにせよ、誰も得をしないと思うんでえ、選手のためにもやめていただきたいですね。うん。でところで話を変えますが、舞ちゃんは、これ CS ってこれチャレンジャーズシリーズだと思いますが、 では、派遣はされないんですかね。できれば、グランプリシリーズの肩慣らしをしてほしいのですが、今シーズンはグランプリファイナルや世界選手権に出られる可能性が十分にあるので、実力を発揮してほしいですね。うん、本当です。えっと、まいちゃんはチャレンジャーシリーズは予定してなかった気はしてますけどもね。うん。ジャパンオープンが次になるんじゃなかったかな。うん。 なのでただあの、舞ちゃんね、その原産サマンカップで、まあ、結構いい演技したんですよね。うん、なので、まあ、グランプリシリーズ安心して見れるかなと思うんですが、ただ次はジャパンオープトになってくるんじゃないかなって思うんですけど、誰か知ってるかといいますかね、うんで。今期は三原さん、かなりいい状態で来てますので、まあ、今期もと言っていいんですけど、あの世界選手権狙っていってほしいですね。うん、ただ、ジュニアのグランプリ見てると、吉田花選手もかなり成長してますので。 また芝山選手も完璧にやってきたら素晴らしいんでね、いや、ほんと目が離せませんね。あ、でも芝山選手、あれか、まだジュリアだからね。うん。吉田選手がシリアの年齢なんで、結構上に行ったらあれですけどね。はい。そんな感じです。うん。はい。えー、マレリニンさん、どうもです。YM 様へ、アイスリンクに車があったアイスショーは、シ馬ウ君がシリアに上がった翌年、一人で行った時でしたね。うん。 あのー、これもしかしてプールの中で筋トレしてたやつでしたかね。僕、宇野くんがね、アメリカに行ったときに、あのー、プールに入ってあの歩,い歩きながらね、なんかトレーニングしていた動画を見たことあるんですよ。うん。多分アメリカで、この時ね、なんと4回でずっともやってた気がするんですよね。うん。エキシビションのディスタウンを確かデトロイトで、えー、滑ったと思います、えー。初めて1人で呼ばれました。 アメリカの子供もたちに人気だったでアイスリンクに車で滑るの大丈夫って心配しましたね。うん。アイスリンクに車で滑るの大丈夫。ああはいはい、はい、でこのあの頃は少年っぽくて爽やかな可愛さでした。うん。はい。まあ、でもこれはまああのアイスリンクに車が来るってことはあの氷の上でもあの車走れますよっていうアピールなんですかね。うん。 な,なんでアイスリンクに車があるのかっていう、宣伝かな、うん、凍ってる道路でもあの安心して走れます的なアピールなのかなうん。ちょっとわかんないですね。はい。 えー、そして、かおりんさんどうもありがとうございます。えー、かぶくんこんばんは。えー、昨日、趣味のパン作りをしてて、おー、いいですね、パン作り。うん。あの、僕もそういえばね、えっと、うどんをね、手打ちうどん作ろうかと思ってて、考え中なんですよ。今見たら、昨日のコメント、びっくりです。え、え、え えって感じでほんとびっくりです。ああいた口が塞がんないっていうね。うん。羽生くんが知ったらショックだろうに、えー。こんな人ばっかりじゃないのにな。えー、素敵な羽生くんファンがたくさんいるのに悲しくなっちゃいますね。 カブくん君の YouTube チャンネルなんで、カブくんの好きな時に好きな話題でアップしてくだされば、私は嬉しいです。明日からジュニアグランプリが始まります。島田坊ちゃんのフリーでトリプルアクセルと4回転と組み込みたいですので、楽しみにしましょう。いや、本当ですね、楽しみますよね。まあ、ショートはね、まあ、あのややないんですが、フリーが本当楽しみですね。うん。まあ、で、あの、この方はですね、 まあ、多分相当他のところでストレスは溜まってたんじゃないかって思うんですよね。うん。あの、よく見てみたら僕に対するアンチではなかったんですよね。だから、それを理解してくれない株くんうぜえみたいな感じになったと思うんで、まあ、ちょっとなんか、まあ僕というよりもそういうことだったのかってちょっと今は思ってますので、まあでも仕方ないではありますけどね。うん えっと、ハニーワンさん、どうもです。えー、こんばんは、はじめましてです。よろしくお願いします。えっ、ー、とね、どこかでツイートされていたんですが、ハニューさんはオートクチュールであり、えー、素敵ですが、自分たちはファストファッションで良いと言い得て、あのー、妙にここ数年の状況が腑に落ちた感じで、おー、なるほど。オートクチュールっていうのは何だっての聞いたことありますね。これは、まあ、それしかないっていうことだったっけな、確か。 うん、あのオリジナルティってことですよね確か,なんか聞いたことあります。手作りのっていうことですよね。2013年あたりで国内会での世代交代、ピョンチャンでも世代交代されたはずが、トータルパッケージでは、羽生さんに1日の長,長さがあり、 連覇を許してしまったスケレンはルール改正を続けて北京で完成6月のルール改正では曲の快復や,やらつなぎの工夫は重要ではなくジャンプに特化した選手が勝てるスポーツになったんですね、うんえっと うんなんでね、これはちょっといろいろ、なんだっけな、カラクリもあるかと思うんですけど、日本はフィギュアスケートであろうとすれば、いずれは勝てなくなりそうで心配です。え長文失礼しました。っていうことですね、うん。あの、PCS は5つから3つに変わったんですが、結構ね、僕見てね、あ,のあって思いました。あ、確かに分かりやすいなって思いましたね。あの、なんだっけな、ジュニアグランプリとかでもずっと僕点数見てて、あのまあ、プロトコルを見ましたけど、逆にね、あ わかりはわかるってなりましたよ。なので、まあ、結構なんかね、いい回線だったかなと思います。まあ、それと一緒にまあ、まあ、係数はなんかだんだんいらなくなってきてるんじゃないかなっていう感じもするんで、うん、あのスピンなんかも本当いろんな工夫とかして、でもね、スピンのね点数をもっと上げてもいいんじゃないかなっていう感じはしますよね。うん、だからまあスピンが3つだけで、しかも結構体力使うんで、もうちょっとこうね、加点が取れたりとか、レベル5があったりとかしてもいいんじゃないかなっていうね気はするんですけどもね。 菅谷、はいえー、さん、どうもです。木更木24様へコメントありがとうございます。えー、旦那さんは魚が苦手なんですね。青臭いから嫌いなのかもしれませんね。うん。私は肉も魚も、魚も肉も大好きです。あ、あ好きですね。えー、濃い県に住んでるんで、美味しいお魚に出会える可能性が高めの県に住んでいるんで、ありがたいと思っています。いいですね、まあ。まさか海鮮丼とか食べてないでしょうね。ま,まさかとは言いませんけどね。 うん、まあそれはちょっと禁句というか禁止なので、はい。<laughs> えっと、余談になりますが、えー、年末年始には、えっ、ー、と、なめたか、なめたがれいという、あ、かれいですね。 なるほど。私の親戚に宮城県の沿岸部の出身の70代の方がいて、その方は相当の主豪なんですが、がなどの大きな病気には感化したことはなく元気なんです。喫煙もしません。うん、いいですね。うん。明らかに不健康な酒の飲み方にもかかわらずです。うん。 ただ、えー、食事の時に毎日のように何かしらの魚を食べていて、えー、魚がアルコールを毒消しに役立っているのかもしれませんね、ということみたいですね。ほうなるほど。なんかさ、なんか、そういった効果あるんですね。まあ、あの、あとは、酒に強いっていう可能性もありますよね。うん。ただ僕、ね、僕で東北の方って、あの、よくね、やっぱ、お酒とか焼酎とか飲むイメージあるんですよ。うん。だから、結構、胃がんとかになりやすいとか、なんか、塩気がね、 仕気の多いものを食べてるっていうイメージがあって胃がんとかになりやすいっていうのを聞いたことあるんですよ。これ本当なのかなうん。よくわかりませんけどね。なんか、あの、寒いとこ日本海とかもなんか、ね、しみじみとお酒を飲むみたいな。そういう演歌あった気がするね。うん。だから、しみじみと歌っていう歌あった気がするな。なんだっけな。八代亜紀だ。うん。か八代亜紀さんの歌でありましたよね。なんか、あれ違うか。なんだっけな。男の歌でいた気がする。なんとか、なんとかぞっていう人。 よし、なんとかぞっていう人。まあ、なんかこういう歌あった気がしますね。はい。うん。そういうイメージなんですよ、僕ね。はい。えー、そして、ノエル・タキノさん、ありがとうございます。カ、え、ブ、ー、君こんばんは、えー。誰のファンでも中には、えー、っとですね、なんとかさせような人がいるので、まあ、困らせようってことかな。うん。えー、っと、ひたすらスルーするのみですね。 最近 YouTube に開設されたチャンネルでタイトルからして純粋に羽生君が好きな人たちが集まっているのかと思ったら真理はともかくやたら裏事情の話をしていてそこでは宇野昌磨君が叩かれまくられています。あこれもしかしてなんかちょっと知ってるような気もしますね。 うん、あの結構あの周囲の反応はとかっていうやつだった気がしてですね結構気分悪い感じがしますけど気分が悪いんですぐに一生をやめましたがなんでこんなことになるんでしょう、えー、そんな人たちは本当にフィギュアスケートが好きなんでしょうか分かんないんですよね、うん、いや本当わ分かんないあのフィギュアスケートってやっぱりこうそんなにはねたくさん人口がいるわけじゃないまあ,あの国民的なスポーツな感じはしますけどあの炎上症候だったら フィギュアスケートって選ばないんですよね。うん、だから、まあ、そういうことを言ってるってことは、フィギュアスケートにすごくこう、調べるのが好きなのかなっていうのは、だから最初は好きだったと思うんですよ。だから、情報通の方だったりとか、そういった方が一部、こう、アンチに回ったりしてるんじゃないかなっていう印象があるんですけどね。まあ、ちょっとよくでもよくわかんないですね。 うん、えツイッターで回ってきた記事は逆に羽生結弦を誹謗中傷して宇野昌磨選手を応援するためのバイト募集って言います、ね、これ本当にこれあるのこれバイト募集っていうのも、うん、ちょっとびっくりですよなんか昔でも聞いたことあってなんかバイト募集っていうのあるって話聞いたことあるんですけどこれは本当なんですかねうん。 これのさらに悪質なところは、えー、高橋大輔さんと浅田真央さんの、えー、これの、あの、そうですね、あ、ちょっと、えっと、真央さんのファンも一緒に羽生結弦を叩きましょうって、これひどくないですかえひどい、ひどいですよ。 これはひどいです。うん。やっちゃだめですよ、こんなことはね。こういうなんかバイトとかあるっていうね、ことらしいんですよね。なんでこんな状況が生まれるのか、私には理解不能です。えー、かぶの気分を損ねる書き込み出したら削除してください。いや、あの、こういうね、報告っていうのは大丈夫ですよ、やっぱりね。うん。ただ、こんなことがあるので、との報告なので、もう皆さんの同じくフィギュアスケートが好きなんですから、星野選手の邪魔になるような選手は嫌いだとか、 そうではなくても、えー、嫌いな選手は出てくるわけですから言いたくなる気持ちは私も痛いことは分かりますが公に発言したにつきますねっていうね。うん、でもなんかそのこれはやっぱちょっと気になるんですけどそういった悪質な場合ってのはあるんですね本当にね。うん。なんかびっくりですね。でも本当にその給料とかも払われるんですね。うん。あのその悪質な実態っていうのは僕は全く分かりませんけどもね。うん まあもし知ってる方いたら、もうちょっとね知りたになっちゃいますけど、まあ、知って何するんだっていう感じは、まだ全然関係ないですよね。BNF、うん・ホ、えー、ラークさん、どうもです。今更しつこく北京五輪代表選考の話が出ているようですが、えー、グランプリシリーズの結果を神と言うけど、 代表落ちした、うんまあまあねはい、選手は GP シリーズでウ表にしていません。だからこれ、三原前市のほうですね、うんで。その反面、代表に選ばれた選手は3人ともグランプリシリーズで表彰台に乗っています。また、グランプリシリーズはすべての選手が出場できるわけではない。 うんえー、グランプリシリーズに出場していない選手が、えー、日本代表を目指して努力して、えー、全日本で大乗りした場合はどうするんでしょうか、うん、そうそうそう、えー、この動画の47分のところ結果を出しても全日本が全てと言われればモチベーションが下がるようなという言葉がありますが、えー、肝心の選考大会である、えー、全日本で凡ミスしても 結果が出せなかったんですから、その選手の自業,自,業自得です、うん。これもね、もう,もう、ね、テ,テニスとかバドミントンやってる感じですね、もういたちごっこになってて、うん、その上、日本の上位選手が一堂に出場したジャパンオープンでもえミスして結果を出していません。えー、これまでスケレンは、えー、全日本最優先ということを強調してきたんですから、えー、全日本で代乗りできなかった選手が代表になれなくても自己責任ということになります。 過去の代表で代打できずに代表になった女子選手は選考方法の違う時代の安藤選手だけです。うん、安藤選手はまあバンクーバーの時だったかな。うん、で確か、まあ、あの時はメダル取りましたけど全日本で。でもあの時彼女は、まあ、そもそもそのグランピーファイナルで日本人上位っていうのを取ったんですよね。であの時は君オナが1位で、えっと、2位が安藤美樹で3位がです、ね、鈴木亜希子でしたね。うん そそうそう,そうあとは、えっと、昔、東のオリンピックの時も彼女は6位でしたけど、全日本で。でだけどあの、その前のなんか内定をもらっていたかなんかだったんですよね。だから、6位でもいけたっていうからくりがあると思いますね。な、うん、まあ、か、ちょっとそういった意味ではいろいろあったんですが、過去の代表で大乗り,切りできずにあのそうです、ね、男子の高橋選手や羽生選手、女子の安藤選手クラスの実績があれば、うん。 大落ちしても代表になれるでしょうが、現実は厳しかったですね、うん。どんな選手でも全日本で結果を出せば代表になれるということを明確にしていれば、代表選手のモチベーションも高くなります。 逆に全日本や GP シリーズで誰の何もできなかったけれど、シーズンのスコアが良かっただけの選手を代表にすれば、他の選手のモチベーションが低下しますよ。やはり全ての代表が同一審査体制で、一度に返する選考会で勝ち抜いた選手を代表にするべきです。 うん、その方が大落ちした選手も諦めがつきやすいもんですってね、まあ、これはもうその、あのまあ、この三原選手の話が出た瞬間に、まあ、来るだろうなと思ってたらね、来ましたんで、もう何も驚いてないんですよね。うんまあ、でももう分かりますと言っておったんで、でもアメリカが、もしもね、まあ、ちょっと僕、一つ言いますよ、1つだけ言うね、もしね、これがアメリカの選考だったら、多分三原選手選ばれると思いますよ、多分ねうんね。まあ、それ以外、もうそれだけでお願いします。うん まあ、た多分ですよ。もうこれはあの、えっと、想像だけですけどもね。うんはいまあ、でも僕は河辺選手も好きなんで、まあ、できればどっちも見たかったってあるんでね。まあ、これもあんまり話しましたけど、うんまあ、そ,そんな感じなんですよね。うん、はい。えー、っと、そして、マリニンさんどうもありがとうございます。えー、マイクバ様へ、えー、トヨタの元社員であったことで、えー、お聞きしたいんです、えー。唐突で申し訳ないですが、えー、先ほど、えーっとそ、トヨタの社長さんが、 え水素車を自らですね、運転しえ、デモンストレーションを走行しました。あ水,水素車ってのをね、僕もなんか、あの、ちょっと聞いたことあるんですよね。 うん、テスラをはじめ EV 車が主流かと思うんですが電気だって電力を使うんで原子力や火力を使うわけです確かに排気ガスは削減されますしガソリンより安くなると聞いていますそこで EV 車と水素車のメリットデメリットを教えていただけるとありがたいですここで出会えたのも何かのご縁と思いぶしつけで申し訳ありません気になりますねうんあの水素車っていうと水素,あ水素って あの結構、火がと燃えやすいっていう性質があると思うんですよ。うん、だからこう、なんか水素爆発とかしてです、ね、なんか気球とか、気球じゃない,いや、なんかあの風船みたいにこう飛ぶほら飛行機、な,なんとか関係な,なんて、なんとか線ってやつありますよね。あれがなんか昔大きな事故を起こした気がするんですよね。うん、で、あの水素に代わるヘリウムは燃え,燃えにくい元素なんですよね。 分したんで、で、これもまた軽いキャラなんですよね。だから、それで浮くことはできるんですけど、ヘリーム車っていうのあるんですかね。うん。まあ、これもちょっと気になったりかしますね。で、まあ、水素車っていうのは、あの、新日本理科っていう会社がですね、まあ、結構やってる気がするんですけど、ちょっとよくわかんない状況になってると思いますので、まあ、ちょっと気になりますね。はい。ということで、これは、マイクバさんの専門ですので、ちょっと知りたいですね。うん。 はいえー、続きまして、44さんどうもありがとうございます。カ、え、ブ、ー、君はじめましてよろしくお願いします。えー、悩みに悩みコメントさせて,させていただきます。カくんの書かれた丸読、まるファンと一握りにされたくないと思っていると思いますというのは本当にそう思います。なので、羽生ファンってそんな偉いのとカブ、えー、君が強調して選んだサムネタイトルが羽生ファンの私にとっては悲しいです。うん、あと、小、え、織、ー、さんをかばうつもりはありませんが、 彼女も行き過ぎた言葉が多かったと思いますただ羽生枠のことを最初に書かれた方は今までのコメントを見てきて、えー、羽生さんはよくは思っていらっしゃらないということは薄々感じていましたなるほどこれ書いた人が えー、あんまり羽生君のことをよく思っていないということですかね。なので余計に荒れてしまったことが残念でなりません。えー、初コメがこのような内容ですいません。えー、株くんテレビが楽しい話題でいっぱいになりますように願っています。うんまあ、これはもう本当、もう石を投げるならもうすいません、氷さんに投げるしかないですね。うん、あのー、まあ、ね、でもそういうちょっと、まあそれはもうそうやってちょっと思ってるのであれなんですけどもね。うん まあ、その時僕が怒ってた感情とサムネが全てなんでね。うん。まあ、あの、まあ、これはもう仕方ないですよ。うん。だけど、まあ、これからは、まあ、楽しい話題になっていくと思うので、まあ、バーッと怒ったけど、まあ、多分これで、えっと、終わっていく可能性はあると思ってますので。はい。うん。はい。えー、そして、えー、まずみんさんどうもありがとうございます。えー、コメント2、かぶくん、明日のジュニアグランプリでう内くん滑走順が、 速攻で第1グループの3番目で打ってきましたね。おー、楽しみですね。日本時間の18時半から男子グランえっと、男子の、えー、っとグループ1がスタート。あちょっと待って。男子が先ですかねだとすると。うん。18時半ってことは日本時間、ベルギー時間でいうと、もうあの、 午前中からスタートする感じかもしれませんね。見ていきたいと思います。で、吉岡望くんがグループ3番目の5番目。で、島のもうちゃんは日本時間の0時50分頃からの、えー、グループ3の2番目です。で、櫛田いくらちゃんはグ,、えー、グループ6の2番目です。で、当日 WD 危険選手が出るかもしれませんが、そんな予定です。もう面倒なことを忘れて、次にレッツゴーです。うん。もう、あの、そういう気持ちになってますよ、僕は。うん。 なので、えっ、ー、と,と、という感じで、えー、楽しみにしていきたいんですけどもね。で、えっと、BNF さんからもですね、ジュニアグランプリのチェコ大会の滑走順で、島田ーちゃんが第3グループなんで、0時50分頃です。で、いくらちゃんは第6グループで3時29分頃です。なんで、これは多分日本の皆さん見れませんよね。 でも、正水さん、なんか、あの起きてるって言ってたんで、うん、起きてるのかなっていう感じはありますけど、それ僕今日もあの堪能していきます、明日はね、うん。で、感想なんかも鬼語りしちゃいますからね。はい。うん はいえー、そして、マルリンさん、どうもありがとうございます。しょうまくんの初めてのアイスショーの出演は、ディズニーオン・ワイスでバッドボーイを滑ったとあありがとうございます。あのディズニーオン・ワイス、バッドボーイですね。ちょっと調べてみたいと思います。えっと、これが初のアイスショーだったということですね。でピンクのサテンのジャケットを途中で抜,抜いて、 下のシャツはモダン柄で、ズボンは黒だそうですね。で、この時、ジャンプでアイスリンクの外へと飛び出して、思いっきり体を打った、すごく痛かったけれど、すぐリンクに戻り、演技を続けました。可愛さと裏腹に、根性のある翔馬君、全日本選手権で3度目の優勝をした時に、足を捻挫していた村上佳菜子さんが、小さい時から知ってるんで、翔馬は怪我をしてもやるって言っていました。 うん、すごいっていうか、そういう気概、気概っていう、嫌いなのかなうん。があるということなんですね。はい。うん。あの、翔馬君ちっちゃい時きも練習風景見てましたけど、たまにこう泣いてましたよね。うん。でもなんか、絶対にこう、納得するまでやり続けるっていうね、そういったやっぱ気迫があったのかなと思いますよね。うん。 はいえー、というわけで皆さんありがとうございます。これで全てコメントを読んできたので、あのこれで以上にしていきたいと思いますで。この後は、そうですね、陸上フィギュアとか、裁、え、縫、ー、とかをやりながらですね、明日の、えー、っと、そうですね、プログラム、ジュニアグランプリが、えー、多分次に控えていると思いますので、まあ、それをちょっと見ていきながらかなと思ってます。はい、えー。では、ありがとうございました。これで以上です。バイバイです。